水平思考クイズって知っとん？知らん。なんそれ。わからん。何なんだ。でもなんかのクイズ。なんかのクイズ。FBI の試験とかにも使われたやつやな。部屋の中にはリンゴが6つ入ったカゴが置いてあり、女の子が6人いた。で、女の子が1人1個ずつリンゴを取ったけど、カゴの中にはまだリンゴが1つ入っている。なぜですか？6人女の子がおって、リンゴが6個入ったカゴがある。リンゴが1個入ったカゴもあった。どういうこと？だから、リンゴが6個入ったカゴがある。で、別に、それ言ってへんだけで、リンゴが1個入ったカゴが。どういうこと？2個カゴがあった。ゆうきやこ全然違う。もうカゴは1個、カゴ1個しかない。カゴ1個で6個ある。6個入っとくカゴな。これカゴで6個入っとるね。これ若菜宮が、うん、若菜宮が6個入っとるね、うん、女の子1人1個ずつ食べて帰るわけ、うん、やのに箱の中にはリンゴ1個残っとる、ね、なんで食べて戻した。全然違うな。なんだそれか。1匹人間じゃなかった。ヒント、うん、割られたリンゴ、食べられたリンゴはあった？いいえ。6人ともリンゴをもらえた。はい。部屋にはその6人の女の子以外誰もいなかった。はい。最初から最後まで部屋にはリンゴが6つしかなかった。はい。リンゴを2つ以上やろうと思っていた。いいえ。余計わからんくなったんやけど。答え教えたのか、うん、最初の5人は、うん、カゴからリンゴを1個ずつ取っていたと。はいはいはい。カゴからリンゴを1つずつ取っていた、うんうん、カゴからリンゴ。ああはいはいはい。6人目の女の子はリンゴをカゴに入れたまま持っていたので、ああカゴの中にはカゴの中には1個しか。あ、なるほど、そういうことだ。あ、面白いなそれ。結構おもろない。そうやな。勝利発想の転換な。警官の目の前でトラックの運転手が一方通行の道路を逆走しと。はいはい。でも警察それを見とうのに止めようとせん。それはなぜ？トラックの運転手は別に歩いとんじゃない？正解。よし。これはもうなんかなんとなくあるやな、はい、なんとなく分かったわ。早いな。おととい A 君は17歳だった。なのに来年にはもう20歳になるという、どのような状況ならばこんなことが起こるのだろう。おととい17歳で犬。I just wanted you to know。 何を言うよ。犬でもだって犬はだって1歳取った時に人間の20歳っていうやん。37歳A 君は人間。あ、A 君人間で免許の更新日で。意味がわからん。何を言いよお前。年や年齢の話や。17歳で来年には20歳なんで。なんでうるう年。これは多分お前無理かもしれない。無理やな。 A 君の誕生日は12月31日やで、元旦の話だとするやろ、うん、というわけは一昨日17歳やろ。で、12月で18歳になるやろ。あ、31日で、来年になったら19歳になるやろ。なんでえどうお前、行くで、もう一回言うで、うん、今日出しとんの正月な、うん、で、一昨日は17歳、うん、やろ。で、18になったら18歳になったやろ。あ、31日で1日に18歳になったやろ、うん、今来年になりました。1月1日やな。で、来年にはもう20歳になるって言ったやろ。っていうわけは今年には19歳になったわけで、来年になったらまた12月31日やろ。あ、分かる。そういうことな。だいぶ頭賢くないと無理。俺はこれ分かった。天才が、天才が。エレベーターに乗る。マンションの10階に住む男がいる。男は毎日買い物に行くにも仕事に行くにもエレベーターを使って1階に降りる。しかし帰りは7階までエレベーターで上がり、7階から10階までは階段で上る。男は階段が嫌いなのになぜだろう。エレベーターが7階までしかないから10階まであるの。10階ならあるんか。これちょっと答えクソや。ゴミみたいな答え。ヒント、お前、お前やったらそんなことがあり。頭がめちゃくちゃ悪い。お前が天才みたいになっとるやん。お前そのつもりで言った。お前はアホやんか。お前身長高いやんか。うん、やっぱりどっちでも。お前はアホやんか。うん、ゆうきやこんご。だから絶対にありえん。身長低いやつがあるってこと。もうほぼ答えないけど。7回10回マンションやろ。答え言っとうやん。どういうこと？ボタンが届かない。あ、なるほどな。その発想や。水をくださいと言ったら銃を突きつけられてありがとうございますと言って帰った。なぜ？水をください。銃を突きつけられたんがよく分からへんな。全然分からんねんけど。意味分からん。めちゃくちゃ頭おかしいやん。水くれ言うたらあれ向こうに銃を突きつけられたよな。水をくださいやろ。でもこんなん答え分かるわけないわ。マジでしゃっくりが止まったか。どういうこと？どういうこと？水を、意味わからへん。水をくださいと言った人は、うん、水を飲んでしゃっくりを止めようと思った、うん、で、驚かせればいいと思ったので銃を突きつけた。しゃっくりが止まったのでありがとうございます。なんか発想とかじゃなくても問題せこすぎる。意味やから。きっかけ問題にもなってへんわ。
ラスト1問しようや。2人の赤ちゃんが同じ年の同じ月同じ時間に同じ病院で同じ母親から生まれました。でも2人は双子ではありません。どうして？同じ母親から生まれたんやろ。あれや、あの卵子を提供したんや。妊娠するときに種がない人がやるやつ。人工授精、人工授精したから当たっとんじゃん。人工授精じゃない。全然ちゃう。三つ子。正解。わあやったね。もう一問やるか。もう一問やるか。ジミーのお母さんは、うん、子供が4人います。ほうほうほう。一番上の子はマンディと名付けました。ま、なんて？マンディと名付けました。マンディ。二番目の子はチューズで、そして3番目はベンジでと名付けました。四番目の子はなんと名付けたでしょう。四番目の子やろ、うん、木曜日。これ分からんかったらやばい。マジで分からんかったらやばい。サタデー行け。もう一回言うで問題で、うん、最初から言ってちゃんと聞けよ、うん、ジミーのお母さんは子供が4人います。あ、ジミーや。正解。ということで、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。ママ。